はい、レオンです。今回もねプロメックスアドバンスドの動画やっていきたいと思います。今回スターターキット今回も使ってね、で今回はクリーニングの方法をちょっとやってみたいと思います。まずちょっと読んでいくんでね、クリーニングする仕様を続けるうちにタバコスティックを差し込み口内部にタバコ葉のクズなどが残ることがあります。これは選んで、最適な状態でご使用いただくために月に1回またはタバコスティックの差し込みがきついと感じた場合に以下の手順でお手入れを実施してください。フロントパネルを取り外す。さっきも外したんだけどね、これ簡単ですよ。これ間のこうやってこれで外れるんで、で電源今ついてるけど消えるから、ね、今消えたんだけど、フロントパネルを取り外します。取り外したんで、未使用のクリーニングスティックを少量の水で湿らせる。これ1本ちょっと取って、1本取ってるから、これでこれを開けて、こっから開けるのか、こうか、あ2つあるのか、なるほど、こうやって2箇所こうやって、でこれを湿らせたクリーニングスティックを染み込み、タバコ葉のこれでちょっと水ちょっと入れてるから、こうやって湿らして、これを湿らした状態でヒーター内部の側面これ開けて、これですね、ちょっと出てこないと思うんだけどね、こうやって入れてみたら分かるから、汚れてないと思うんだけどね。クリーニングスティックでヒーター内部の側面を全体的に清掃し、差し込み口から約15ミリの箇所にある左右の突起部分の汚れをしっかりと除去してください。こっちに図が解説されてるんだけど、ちょっとだけ、さっきあの使い回しやったでしょ、俺が小じきで、あれがやっぱり影響してるのかな。あんましても汚れてないですね。普通の綿棒でもいいと思うんだけどね。できたらでもこれの方がいいかな。細いから。ちょっと初めてやるから、クリーニングは。満面に、ちょっと。まだ俺60本ぐらいかな、吸ってるのは。側面もちょっと綺麗にして。あんまり汚れてないですね。ちょっと微妙に。こんなもんすかね。こんなもんすね。でこれでクリーニング後余分な水分を蒸発させるためフロントパネルを取り付けた後、これを取り付けた後、スライドカバーを開きタバコスティックを挿入しないで加熱して空炊きする。ヒーター内部の水分が十分に蒸発するよう LED が消えるまで加熱してください。クリーニング直後に空炊きせず使用すると高熱の蒸気によりきつ味、きつみに違和感を感じたりやけどの恐れがあるため必
必ず空抱きを実施してください。フロントパネルを取り付けた後、スライドカバーを開き、タバコスティックを挿入しないで加熱して空抱きする。電源押さないといけないのか。あ、電源押した方がいいみたいですね。あ、今電源が入ってる。これ電源もう一回押した方がいいのか。これで一応空抱きなんだね。今ランプがずっとついてるから2回ぐらいちょっと空抱きしようかな、念のために。これ今空抱き状態になってるから、あ、これ終わりなんだな。ちょっともう一回空抱き2回目。今回のプロミックスのアドバンスの動画はここまでかな。Bluetooth の接続ちょっとやらないかな。やらんでもいいと思うけど、これでも体だけ終わってるんで。はい、以上ということで。はい。今回はね、こちらですね。プロミックスアドバンスの、ね、このスターターキット見て、クリーニングからクリーニング、この付属のこの綿棒を湿らせて、これ水で湿らせて、クリーニングから空抱きの方もねやってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。これで一応プロミックスはとりあえず終わりですね。動画はまた撮るんでね、新しいフレーバー買ったら。はい、失礼します。